これは私の家の少し困ったパパの話です。ああもう全然わかんない。来てたでしょ。ほら早く食べちゃう。ヤギさん1位なんだからさ、もっとこうどっしり構えるっていうか。たくもたくヤギ座ってこうだよな。何がお付き合いしている中西くんよ。はじめまして、中西って言います。そんなのあるわけないじゃん。中西くん高校生よ。言い訳はもうたくさん。とにかく手相も。娘のこと思うなら親として二人を